じゃあ今週もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。7月19日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜直人でございますよ。はい、今週はですね、いつもとはちょっと違うねゲストさんを、お招きして進めていきたいと思いますよ。久しぶりのゲストです。どうも風沢さん、こんばんは。はい、こんばんは、フリースタイルフットボールチームシュートの風沢と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1年ぶりに。1年ぶりぐらいか。はい、行きました。よろしくお願いします。ちょっと喋りがね上手になってるよね。はい、だいぶ慣れてきて。俺に言われてもみたいな感じじゃない。はい、すいませんね、こんな、相変わらずこの雑な感じでサクサクちょっと進めていきますので、これで慣れてるので、はい、申し訳ないです。よろしくお願いしますね。はい、今日はですね、今日の沖縄県のサッカー盛り上げていこうは、琉球パフォーマンスコネクションの風沢さんをね、招いて、イベントのね告知とか、してもらいながら進めていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあサクサク進めていきましょう。はい、はいはい、沖縄県のサッカー盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組は、あなたの専属トレーナーになります、Fラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バー、ボアソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、ですね、今週はちょっといろいろお話ししていきたいことがありますのでね、もうサク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 やっていきたいと思いますよ。はい、で早速ですけどね、風沢さん、はい、もうこのパフォーマーやって、はい、どんなぐらいになりますか。ですね、僕もう長いよな。2008年に初めてのイベントを踏んだので、うん、あ、シュートとして、はい、お、9年になりますね。もう10年目入ったぐらいなのか。はい、怖いな。怖いっす。10年前でしたからね。すごいね。子供でしたね。はい、でも、いやいや、10年か。10年になりますね。でもすごいっすね、本当にこのパフォーマンスというか、このその地位を、はい、今シュートはね、そうっすね、ありがたく確固たるポジションというか、はい、年々飛躍して、なんていうのかな、昔はさ、はい、ほら、あ、ごめんなさい、俺なんかだけで話してもらったからな。シュートのね、風沢さんなんですけど、はい、どういったパフォーマンスをやってるかっていうと、ね、簡単にちょっと説明してもらってもいいですか。はい、フリースタイルフットボールといって、はいはい、サッカーボールを使って、うんうん、足でリフティングをしながら技を行っていくんですけど、まあ、もちろん足だけじゃなく頭を使ってボールを乗せたり、ね、はい、いろんな技をしていくフリースタイルフットボールを、沖縄県内でいろいろなイベントで、活動しています。もう、はい、あれじゃないですか、やっぱりね、この 5、6 年前って言ったらまたちょっと微妙な年月なんですけど、はい、あの頃に比べるとやっぱり認知度は上がったんじゃないですか。そうですね、もうだいぶ内地の方からどんどん広まってきて、沖縄の方でも、はい、ありがたくみんなやってもらって、はいはい、皆さんがちょっとイメージしていただいてるのと大体合致してるかなと思うんですけど、リフティングしながらね、ボールを使ってこのパフォーマンスをしていくっていうこの、競技というか、そうだよね、でも競技もあるもんね、世界大会とかもあったりね。はい、世界大会も、リフティングでちょっとオーディエンスを楽しませながらみたいな形のね、はい、もうでもですね、皆さん、こいつはちょっと変態なんですよ、変態。いやいや手でもできないようなことを足でやるからさ、はい、まあ、変態ですよ。はい、でも昔はさ、こんなリフティングサッカーやってる人じゃないと分からないよっていう部分もあったけど、今はやっぱり見ていただいてる皆さんもね、この盛り上げどころを気づいてくれてるというか、やっぱそういうくんそういうのをちょっと踏まえると、やっぱりシュートがまたこのなんだろう、パフォーマンスコネクションのね、やっぱり舞台がやっぱりみんなにね認知されてきてるのかなっていう部分もあったりするんですけどね。ありがたいです。でもめちゃめちゃね
そういうサッカーなんていうのサッカーボールを使ったフリースタイルっていうものに関しては沖縄県内でこのシュートがなんていうのかな広げていってるっていう。そうですね、まあ、はい、大きいと思いますよ、はい、うん、まあ、僕たちからやってない時代から言ったら、はいはい、今だいぶ広がってきたなっていう実感もありますね。うそうですね、はい、もうなんだろう FC琉球のね、そうですね、FC琉球さんでもやったりね、はい、やらせてもらいろんなイベントでね、はい、やったり。そうだよね、去年だっけ、羽衣祭りでもやってたよね。はい、羽衣祭りやりましたけども、すごいですね、皆さん、あの見かけたというかね、あの一度見たことある人がもう多いんじゃないかなと思ったりするんですけどね。そうですね、なかなか声はかけられないんですけど、うんうん、はい、いつでもウェルカムで怖くないのでぜひ声をかけてもらって、声かけ、あのサッカーボール投げたらすぐパフォーマンスやってくれるね。そうですね、もう、もう、いやいや、ちょっとまあ、はい、風間さんってすぐサッカーボールですか、まあ、頭に乗せるぐらいだったらするかもしれないですね。はい、すいません、ごめんごめん、だいぶ脱線してるけど、風間さん、はい、今日どのような告知をしに来ていただいたんですか。はい、では告知させていただきます、はい、僕たちフリースタイルフットボールチームシュートというチームで活動しているんですけど、うんうん、琉球パフォーマーズコネクションっていう、はい、団体にも所属しておりまして、うんうん、この琉球パフォーマーズコネクションが今度の7月30日あと10日後ですね、はい、うんうん、日曜日北谷町のライブハウスモッズで、はいはいはい、イベントを開きます、このイベントは僕たちじゃなくて、僕たちだけじゃなくて、うんうん、県内屈指のパフォーマーアーティストが集う、はい、イベントになっておりまして、本当に県内、日本でもトップレベルの、パフォーマーたちが集まって、うんうん、いろんなイベントパフォーマンスやっていくんですけども、はい、このイベントは、島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭の10周年、うんうん、来年で10周年の、はい、PR イベントにもなっております。お、はい、まあ、見にくいと思うんですけど、まあ、はい、こんな感じ、はい、あの、はい、番組のホームページ、Facebook とかにもねちょっとアップしておきますのでね、はい、皆さん、はい、クリックしてもらえたら、うんうん、はい、嬉しいと思います、はい、ちょっと繰り返しになりますが、来週の日曜日かな、7月30日の日曜日にね、北谷町にありますモッツにて、何時からか、午後5時からか、5時オープンで6時スタートですね、6時スタート、はい、大人が1000円で子供が500円、中学生いちゃ、大人1500円ですね、いっちゃって、はい、あ、ごめんごめん、大人1500円、子供500円、中学生以下が500円、はい、ドリンクはペットオーダーですね。いいですね、はい、いろんなパフォーマンサーがね、集まるイベントになってるのでね、はい、本当に、うん、皆さんぜひね、ちょっと興味のある方はタイミング時間ね合わせていただいて、ぜひお願いします、はい、うん、楽しみですね、はい、いいね、こんなパフォーマーの皆さんが集まって大きなイベントができるっていうのも、そうですね、うん、もう本当にいろいろなパフォーマー集まる予定なので、はい、楽しいかなと思います。すいません、もう、はい、ぜひね、よろしくお願いいたしますよ、皆さんお願いします。はい、あとはですね、ちょっと、はい、また風間さんをね、はい、引き続きちょっとゲストにお招きしながらいろいろお話ししていこうと思うんですけど、はい、皆さん、県内のねサッカー情報とします。うん、選手の土曜日ホームでね、北九州との対戦がありましたが、スコアレスドローで、順位はね一つ下がっておりますが、琉球はね、なんと10試合連続で負けなしが続いておりますよ。なかなかね、ここ数年では見られない躍進ってまではいかないけどね、10試合負けなしって結構大きいと思うのさ。うん、ただホームで引き分けが多くてアウェーで勝つのが多いからこれ逆にしてもらえないかなって個人的にね、個人的にでも前節の試合も試合終了間際にせ、あ、間際にゴール前での惜しい攻防とかがあったから、あ、もったいないなっていう部分もあったんですけど、やっぱり負けてないっていうのはちょっと大きいはずなのでね、うーん、今後もちょっと楽しみだなと思いますよ、はい。琉球に関してはね、先ほどもちょっとお話しましたけど、風間さんもね、はい、昔シュートでやっぱりねこのイベントとして参加してサッカーをね、そうですね、ありがたいことに4年連続で、うんうん、はい、琉球さんには呼んでもらってるので、はい、今年も、今年はまだ呼んでもらってないので、ま、呼べよって言っとこうな、ぜひ呼んで、はい、最終節も近いと思うんですけどぜひお願いします、ここでみたいな言っとく言っとく、俺も言っとく、まあ、ガンガン売り込み、今連続中よ ね、 ってからね、そうですね、4年連続5年連続まだですけどもうね、はい、もうぜひ8月にか8月に1万人祭りがあって、はい、うん、その辺でねまた見られると思いますので、はい、その時はね風間さんってこう、ね、スケジュール開けとくのでぜひよろしくお願いいたします、はい、ですね、なんだ、コメントがちょっと来てるのでコメント読みたいと思います、はい、お、中野祭りの和樹さんです、喧騒の日時すごかったねって、あ、
今週、先週もかな、突然のね、雨が降ったりして虹がね結構出てたりしますけどね、今日の虹は俺ちょっと見てないんだよな。で、中野町の和樹さんもう一つ来て、さっきの FC 力の話かな、最後ね押し込んでくれたらよかったのによ本当にって、うーん、だからね、会場がさおーからキャーに変わってたキャーあーってはい、あと野内奈さんからも、こんばんは、お暑ございます、今夜も来ましたよって、はい、どうもありがとうございます。本田圭佑はメキシコへ移りますよって、だからね予想外だったね。でも本田らしいっちゃ本田らしい部分もあるのかなと思うんですけどね、うーん、ないと思います。で、これは風兄かな、おフリースタイルフットボールパフォーマーですかって、沖縄では、バスケットボールパフォーマーの存在なら知ってますけど、ボールを使った曲系みたいな感じですよね、野球のパフォーマーっていねえのかな、うん、野球の話はしない今日サッカーですからねサッカーですからね、はい、そうそう、今ねちょっとお話ししましたこの、日曜日にあるよ、来週か、来週の日曜日にあるよっていうイベントなんですけど、このバスケットボールをね使ったパフォーマーさんも一緒にね、はい、やったりしてるんですよね。そうですね、うんうん、よくこのシュートの皆さんとこの、なんて言えばいいですかね、フリースタイルバスケットのバスケットになるのか、はい、そのまま、はい、で一緒にねイベントやったりするのが多いのかなと思うんですけどね、そのミックス的な感じでいろんなね県内でイベントしてるのが多いのかなと思うので、皆さん目にしたことはあるのかなと思うんですけど、加藤さん、はい、今ちょっとね、はい、お話も出てたので、ちょちょいとって俺が簡単に言ったらダメだよと思うけど、簡単にね、やっぱりこのスタジオ内でできるパフォーマンスってちょっと限られてると思うんですけど、皆さんにちょっとぜひ、披露していただくことって可能ですか。はい、もうぜひ今日はボールを持ってきてるので、はい、はい、じゃあちょっと耳を耳取るのか。はい、今ちょっと、はい、まあ、環境的に使った技をしたいと。そうですね、はい、座りながらできるの？大丈夫？座りながらいきます。はい、どうぞ。ところがちょっと行きます。このアッパーといった。なぬ？おうおう、はいはいはい。いや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 。ね、見て。変態でしょ。立ってやるのもすごいんだけど、はい、もう座ってできるんだね。そうっすね。俺これって頭の上にジョッキ置くとかできるんだけど。誰でも一回もやったことあるから。ああ、あるか、あるか。でもこぼすよでも。ごめんごめん、比べられる問題もないな。申し訳ないです。はい、すいません。相変わらず知ってしまったんですけどね。いやいや、全然伝わったと思います。はい、すいません、相変わらずちょっと時間配分ができていないので、ちょっと一旦ね、はい、ここで CM に行きたいと思いますよ。はい、一旦 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも承っております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、今週はですね、風間さんをゲストに、おすすめていってますよ。よろしくお願いします。はい、後半戦はね、県内出身の J リーガー情報をいくつかお話ししたいと思いますよ。はい、J1 の方はですね、今中断期間なので、試合はありませんでした。 J2 の方に行きますと、名古屋グラパス所属の背番号7番田口選手はフル出場、先発ね、フル出場で0対1の、あ、ごめんなさい、1対0のね勝利に貢献。
して、ロアスト熊本の背番号20番上里選手は、ですね、前節のリーグは後半、82分くらいまでかな出場して交代してるんですけど、ロアスト熊本の方もね 0-1 で勝利しておりますよ。はい、ね、ちょっと心配なのが釜玉あれです。はい、背番号9番ガナー選手は後半途中から出場してましたけど、負けてですね、今最下位から下から2番目かな、ちょっとね心配だなっていう感じです。はい、で松本山賀の、背番号18トーマ選手は先発フル出場で、ファジアの所属の24番赤嶺選手も先発で、ね、フル出場で勝利に大きく貢献しております。でですね、最近よ、もう俺あの宮城選手のお話できるのがさちょっと楽しくてさ、レノファ山口所属の背番号2番宮城選手先発フル出場で、このガナー選手所属のね、サヌキとの対戦だったんですけど、なんと、J2 でね初得点決めておりますよ。で3対1で勝利だったかな。でね、やっぱり宮城選手がこのあのアンカーになって、もうファンの方のコメントを、ね、見ると宮城選手だいぶハマってると、ボランチアンカーとしてめちゃめちゃ覚醒してるんじゃないかというコメントがね畳みられているので、そういう評価が出てきている中で、得点まで、ね、ついてきているというのはやっぱり結果が出てきているので、ちょっとね、沖縄県民としては嬉しいなと思いますのでね、皆さんぜひこのレノファ山口所属のね背番号2番宮城選手をね注目していただけたらなと思いますよ。よろしくお願いいたします。あれだね、カズは、やっぱり琉球もね早く J2 に上がってもらってね。そうですね、そこでね、はい、沖縄県民はもうそれを心待ちにしてます。やっぱりね景色がだいぶ違うはずだからね、早く見たいな。見たい。よろしくお願いします。はいはい、すみません。あとですね、先週ね、行われました九州リーグですけど、FC 琉球、あ、ごめんなさい、FC 那覇、西原町陸上競技場でね、先週日曜日あったんですけど、0対1で、負けておりましてね、勝ち点が今8で11の最下位のままでございます。ただですね、FC 那覇さんの試合は今週の日曜日もまたね同じく西原町陸上競技場にて今度はね10日キックオフでありますので、ぜひ皆さん九州のねトップリーグの試合が沖縄県内で見られますので、皆さんタイミングが合う方はねぜひ見に行っていただけたらなと思いますよ。で先週の開放銀行、同じくね九州リーグに参戦してます開放銀行サッカークラブの試合もありましたが、会議の方は、引き分けの後に PK 戦で負けていますが、勝ち点1をゲットしております。勝ち点がね20から21になって、順位はまあ6位のままなんですが、開放銀行が今度はアウェーで試合があって、また8月の第1週だったかな、また県内でねホームの試合もありますので、またこちらでね紹介していきたいと思いますよ。はい、皆さんぜひね応援の方よろしくお願いいたします。いくつかまだちょっとお話ししたいことがあったんですけど、今週はよ、はい、どうしても声をちょっと大にしてお話ししたいことがありましてね、浦和レッズと、ね、ドルトムントの試合、その時にちょうど琉球の試合もあったので、俺は浦和レッズの試合見てないんだけどさ、はい、某国会議員がね、なんか舐めてんじゃねえぞみたいな、ね、舐めてんじゃねえぞじゃねえか遊んでんのかってね、遊びじゃんないんだよみたいな、はい、あれね、さすがにをちょっと引いたな。あんだけやっぱりサッカーの影響力が強くなってきてる現状でも、あんな感じなのかなって思う部分が、ありましたね。ちょっとね、寂しくなりました高校の的には。でよ、その後にいろいろね、ツイッターで喧嘩というか応戦してたんですけど、この方のね、なんだっけ、他人の人生に、あ、じゃないか、他人に自分の人生乗せてじゃねえよってね、いうコメントがあったんですけど、どんななのかな、俺なんかみたいにサッカーばっかはさ、やっぱり自分の時間を削って、自分のお金を出してやっぱりサッカーの応援行くわけじゃないですか、はい、琉球ももちろんそうだし、シュートのイベントにもやっぱりそうなんだよ、はい、で沖縄エスパーでも子供なんかの大会でもやっぱそうなんだよ、はい、でも人生の一部はかかってるじゃないですか、はい、何が悪いのかなって思うんだけどな。なんだろうな、もう代表、日本代表の試合は もちろんそうなんだけど、サポーターが自分の人生の一部をその人なんかにかけてるのはそんなに悪いことなのかなと思うんだけどね。応援してくれてる人
そんなに悪いことなのかなって、あの FC 東京の石川選手がねちょっと代弁してたりはしてたんだけど、素晴らしいことを ね言ってたね、はい、あのその喜びをかみしめながらピッチに立っている人がいるのも忘れないでねっていうことも言ってたんだけどな、あれやなどうなんすかね炎上するでしょう ねとは思いましたけど、はい、なんだろう、サッカーだけじゃないと思うんだよ。そうですね、うん、ただスポーツの力はやっぱり大きいと思うんだけど、スポーツだけじゃなくてさ、それがほら例えばあの芸能にもなんて言えばいいのかな、アイドルとかもそうかもしれないですね。そうよね、この人応援したくて自分頑張ってるとかね、がっつり言えば俺が土曜日に飲みたいから月曜日から金曜日まで頑張ってるとか正解です、ね、ビールに人生かけてますとか雑だなでも応援してて何が悪い、人生乗っかってるわけじゃないけど一部なんだよなやっぱり。 でもなんだろう、俺なんかみたいにこのサッカーバカだったらやっぱりね周りに迷惑かけてる部分もあるので大口叩けないんですけどまあでも遊びでやったことは一回もないですけどね試合を。まあこれがいいか悪いかは別としてなんだけど、本気じゃないですか、はい、本気で遊んでるっていうか本気で楽しんでるじゃないですか。まあ人生をかけてる人ももちろんいれば、それをね仕事にしてる人もいるわけで、そういう人たちを真剣に応援してる人もやっぱりいるさあね、なので何なのかな。でもこんな言ったらおかしいけど政治とサッカーは別なので混ぜたくないんだけど、投票する人も自分の人生の一部はあの人に投票してると思うんだけどな。そうですね、難しいな、難しい。でも人生かけて応援しよう俺は、うん、応援していきましょう、はい、はい。ごめんなさい、コメントがねちょっといくつか来てるので、はい、中野町の和樹さん、パフォーマンスのアイデアはどうやって編み出してるんですかって和沢さんに、はい、パフォーマンスのアイデア、これはですねもう究極の質問と言ってもいいかもしれないんですけど、はい、僕たちこれにも時間を割いてるんですけど、メンバー3名いるんですよ僕も含めて、はいはい、3名でも平日から集まって何やろうこれやろうあれはダメこれはダメって言っても8年9年この話ばっかりやってます。はい、でもあれですよね、やっぱりこの一日サッカーボール触らないとちょっと気持ち悪くなります。そうですねもう車一日乗らなかったら変な感じと同じぐらいじゃないですか。あそっか、はい、やっぱり そっかそうですよね。いろんなパフォーマンスアイデア出てくる、やっぱあそっか、それこそ四六口中考えていないといろんなこと出てこないのか。サッカー練習以外でもなんか編み出すこともあるので、お、はい、あこの普段の何か生活からヒントを得てとか運転しながら ああいう技いいかもしれないとかって思う時もあるので、はい、そのアイデアをパッてずっと思い出覚えといてっていう感じですかね。じゃ皆さんあれですよ、俺風間さんともそうですね、お友達になって十何年になるんですけど、はい、風間はねインスピレーションがすごくて、よし福岡に行こうとか思い立ったら即行動、あれ2時間前まで沖縄いたけどなみたいな、はい、思い立ったら即行動派なのでだからね、なかなかいいアイデアがいっぱい出てくると思いますよ皆さん今後に期待してください。ごめんなさい、ね、コメントがもう一ついくつか来てますので紹介しておきましょう。野内奈さん、ドイツやブラジルだったらサッカーボールの、ね、パフォーマーめちゃめちゃ多そうですよねって、いずれは彼らとも共演してみてくださいねって、そうですね、もう全世界に今いますからね、はい、世界大会もあって、去年一昨年ぐらいでしたっけ、日本人がねこの世界大会で優勝した時もありましたよね。そうですね、もう日本人は結構レベルが高い位置に世界でもいるので、すごいよね、オーディエンスの喝采のシーンをさ、俺決勝しか見てないんですけど、はい、あれはね画面を通じててもちょっと震えるものがありますね。うん、イタリア代表のカンナバロとかも審査員としてやったりとか。あそうなんだ、はい、おなので、いいですね、今後もちょっと期待です。はい、でもう一つ、野内奈さん、引退宣言したトッティ・オベルディの一席が幻にそうですね、あと野内奈さん同じくね、FC 東京の太田選手、一歳下のモデルと結婚どうしても言いたかったわけね、はい、であと中野町の和樹さんから、
そうだ、さゆりさんに単独インタビュー申し込みごめんなさい、とんでもないです誰誰ごめんごめん、押し込むんですかやばいやばい、なんだかんだ話してるうちに、ね、今週もアディショナルタイムが1分半を切ってしまいました。皆さん今週もねお付き合いいただきありがとうございました。番組のね、ごめんなさい、 Facebook だったりでもね、この風間さんの、はい、来週日曜日にあるイベントのね告知だったりっていうのをまた広げていきたいと思いますので、皆さんねぜひね、よろしくお願いしますよ。もう一回ちょっと日時だけ言っときましょうか、風間さん、はい、お願いします。来週日曜日7月30日日曜日ですね、はい、茶壇のライブハウスモッズでです、スタート18時です。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひねタイミングを合わせて、ぜひ会場に足を運んでください。よろしくお願いいたします。お願いします。うん、今週もね、あだこだ喋ってきましたけど、今週も皆さんの、皆さんがいっぱい聞いてくれて、今週もお送りすることができました。本当にありがとうございます。はい、じゃあ今週もこの辺で締めたいと思いますよ。この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院、真心美味でご提供居酒屋マジュン、バーガー&バーボソルチ、以上各社の提供と、今週もねゲストに来ていただきました風間さんと、いろいろね聞いていただきました多くの皆さんのおかげでお送りすることが できましたよ。ありがとうございます。また来週もね、ゆるい感じの番組を進めていきたいと思いますので、来週もまた聞いてください。ありがとうございます。それではまた来週です。さようなら。風間さんもありがとうございました。ありがとうございましたあー、すいません雑でありがとうございます。とても楽しかったなんかもう途中から緊張なくなって楽しくなった緊張感のない番組ありがとうございます。そろそろ生ビールとか飲みながらやりたいんだけどまだダメだな俺がああ、野内なさんのコメント読めなかった。